セベルリアリネオラータとは、恋木、谷登りカスーリア族に属する、小型淡水魚。ベトナムの川の上流に生息し、近年熱帯魚として、ペットショップで売られる姿を見ることも多い。見た、木の美しさから同族のスポッテドと並び、ヒルストリームローチの中では最高峰種とも言われる。胸びれと腹びれが平たく広がり胴体も平たいため、一見エイに似た姿をとる。 体全体で吸盤のように岩に張り付き激流に耐えつつ岩に生えた藻類などを舐め取るように食べている。動きは意外にも素早く時には岩から離れ泳いで別の岩に移動する。熱帯魚として売られているがどちらかといえば、軽流魚に近いので長期飼育を考えた場合、少々特殊な飼育環境が必要になる。上流に住むため水温を低く保ち水流を作る必要がある。 また医者も餌付けば人工飼料も食べるが、本来は、藻類などを食べており最も適したのは、アクアリウムにおいては嫌われる、ジャゴケだと言われている。最もそこまでこだわらずとも非常に丈夫な魚なので、飼育自体はそこまで難しくない。ただ水流は、好きなようで水槽の一部分に、水中ポンプなどで水流を作ると頑張って、張り付いている姿が見られる。 またよく人工飼料に餌付きづらいと言われるがそうでもなく、人工飼料に何とか乗せるとすぐに食べられるものだと、気づき以降は匂いを頼りに非常に貪欲に餌に集まるようになる。ただ口が常に地面に吸い付いているため餌は沈下性の細かい粒状の餌底にばらまく必要がある。水のほとんどない場所でもある程度の活動が可能で、深めのバケツに浅く水を張って入れておいても、 稀に壁を伝って脱走することがある。リネオラータに混じって売られることのある。セウェルリア SP スポッテド。ありがとうございます。